はい、えー、それではですね、始めさせていただければと思います。えー、今日のテーマはですね、予実管理と多次元データベースっていうテーマで,ですね、えー、ご説明したいと思います。で、えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と何の話かっていうと、えっ、ー、と予実管理がえっ、ー、と効率化した先っていうテーマですね、えー、お話ししたいと思います。であの背景としましては、予実管理が大変だっていうふうにご相談いたっ ケースは結構多いんでですすけれどもで実際ですねあの問題を解決したいという方例えば経営企画とか、えー、財務の方で、えー、そういった資料請求をいただいてですね、まあ、何かこうツールを検討したいという方は、えー、と結構多いんですけど実際その打ち合わせしてみるとじゃあ例えばですけど今抱えているエクセルとか スプレッドシートの運用が解決すると、要はその非効率だっていう内容を解決すると、その先に何したいんですかって聞いてみると、ですね意外と決まってない方は結構多いなっていう印象があったので、今日はですねそういった人向けにのテーマとなっております。で、こういう方たちって具体的にどういう状況に多いかっていうと、あの特にですね、店舗別 PL とか、 あるるいいは部門別 PL っていうのを集めることがですね業務の大半になってる場合っていう方が結構共通点として多いなと思ってます、まあ、ななんでかっていうとこう単純に組織が多いとか何、えーまあ、て言うんでしょう会計システムとか機関システム側にこういったその最低限の予算のデータとか見通しデータっていうのを集めるのだけで結構精一杯っていう方が結構こういう問題が多いなと思ってます。 ただ、えっと今日ですね、えっと、この動画をご覧になっている方にお伝えしたいメッセージというか、えー、結論を先にお伝えしてしまうと、部門別 PL を効率化、早く集められるようになっても、企業価値は上がらないと思います、思ってます。<laughs> はいでえっと なんでかっていうところはですね、今日のデモの後半で解説するんですけども、まあ、少なくとも、えーとな、なぜこうなるのかっていうところですね、えー、後で、えー、解説するとして、えー、今日お話ししたい内容というか、メッセージとしてはこちらですというところです。で、えー、なので、えーと、部門別 PL っていうのをですね、早く集めるツールっていうのを入れても、結局満足しない理由ですね、結局こういうツール入れても、 期待していた仕事にならないっていう方がいらっしゃるので、その理由をですね、今日は提示できればと思っております。で、それはすなわち何の話かっていうと、予実管理で何に注力すべきかっていう話ですね。こちらの解決策のですね、一例をお話ししたいと思います。で、その解決策の一例が、えっ、ー、と、きょうの冒頭のテーマで挙げたキーワードになっている多次元データベースってやつですね。 こちらがまあ一つの一例となっておりますで今日の動画はですね、えー、と見る方を限定したいと思いますあの課とかですね部の、えーとまあ、PL 全社 PL ではなくてそのミニ PL というかあを集めてることがイコール管理会計になっちゃってる方ですねこれで業務の大半を占めてるっていう方に対しての、まあ、注意喚起というかああいう動画ですねになっております。 多次元データベースっていう用語を言ってしまうと、まあ、データベースっていうと、まあ、IT 好きじゃない方とかです、ね、は、えー、とっつきづらいかもしれないですけど、その,あの IT 的な話っていうのは、基本的に今日はほとんどしない予定です。ざっくりイメージだけで、えー、具体的なその IT の技術みたいな話は一切しない予定になっております。<laughs> はい でえー、と例えばっていうので、これからお話しする方向性をですね、ちょっと絵にして表しますと、よいしょ。えーとまあ、あの今やってらっしゃる業務を、業務を改善することによって、まあ、行きたい方向に行きたい。 行くというのが、まあ、問題解決の、まあ、我々がサービスとして提供するものだと思うんですけどそのあの効率化した先の、えー、イメージがないっていうところでいうときょ今日はですねここを、えー、と一例をお見せすするっていう感じで,すであの,この資料を作っていて、まあ、例えば自分に落とすと何て言うんでしょう、えー、と自分自身もですね別にその自分の疎い分野って確かにそのあなたの理想何ですかって聞かれても答えないなって思うので。 例えば私の一例で言うと、紙、えー、を切るときに床屋に行くと、今日どうしましょうかって言われたときって、まあ、私個人の話なんですけど、アイディアってないんですねあのな。何が理想かなんて分かんなかったり、まあ、あの別の状況で言うと,、えー、と、例えば服屋さんとか行って、えー、今日どんな感じにしましょうかって、何をお探しですかとかいうふうに聞かれるんですけど、何、まあ、あて言うんでしょう。 ああままりりイメージなないいいっっててうとこすすよね、まあ、ないですかねでか皆さんはちょっと分かんないですけど。なので、あの何言ってるかというと、あの自分はあの私はその予実管理っていうテーマで、まあ、日々仕事をしているので、えーと、理想ないんじゃないかとかですね、えー、思ってしまいがちですけど、まあ、自分の疎い分野というか、はしょうがないかなと思います。ただ、あのじゃあ、じゃあ、その床屋さんにすればあの何をしたらいいんだっていうか、何を提示すれば、 えーまあ、その来店した方にですねサービスを提供できるかって何したらいいかよく分からなくなるので、まあ、少なくとも今日おお話ししたいテーマで言うとこういう一例ですねつまりこういうことをしたいんじゃないですかっていう一例のざっくりしたイメージになっているというところです。はいでえー、とデモする前にですねちょっと1点念のためその予備知識とかいう意味で さっき出てきた、えっと、多次元データベースってなんだって DB って訳してデータベースの略ですけどなんだっていうとですねあの一般的なイメージで言うと、えっと、組織別っていう軸が1軸それから、えー、顧客別っていう軸が2軸目で3軸目が、えー、と製品別とかってあって、まあ、こうなんかこういろんな、えー、とテキスト IT の教科書で言うとルービックキューブとかあみたいな形の絵になってたりするんですけど えっとざっくりですね、要するにその組織別っていう軸とか顧客別っていう軸でいろんな軸で見たいっていうのを抽象的なイメージなんですね。<laughs> はい、でじゃあ多次元データベースに必要な要素って何かっていうと,えっとドリルダウンとかですね、内訳にたどっていける機能とかあとはですね、DICE ってまあ僕らはあんま呼ばないんですけどあの IT の正式名称で言うと えとその軸を変えるっていう意味で、軸を変更する機能とかが多次元データベースには求められている機能というところです。はい、でツールによってはです、ね、キューブっていう言い方をするケースもあったりしますというところですね。はい、あのきょ今日はこちらの運用イメージをお話しするので、えーまあ、ちょっとざっくりイメージの解説になります。はい、ではですね。 えと実際に、えー、とデモに移りたいと思います。で1点目が、ねえー、部門別 PL の管理ではですね精度が上がらない理由ですね、えー、いうのを画面を通してお話しするのと、えー、2点目、えー、多次元データベースの軸変更のですねイメージをご説明したいと思います。で3つ目はですね、えー、とインプットだけではなくてアウトプットのダッシュボードとの連携ですね。 えいうところをご紹介したいと思います。で、テーマはいずれにしても、実管理で本当に分析したいものって皆さん何でしょうかっていうところですね。えー、ここをテーマに、えー、ちょっとデモしながらですね、解,決あ解説できればと思います。えー、それではですね、えー、とデモに移りたいと思います。で、あのー、最初にですね、えー、ご説明した、えー、そのまあ部門別 PL とか店舗別 PL を集めてる仕事っていうか、業務ってどんなイメージかっていうと、 左側が、えーとまあ、店舗別の PL とか支店別の PL になってまして、それがですね、組織ですね、これをご覧になっている、まあなただの会社の組織が、ここの中に表現されていて、何て言うんでしょう、下の部門からですね、積み上がってくると、まあ、自動で集計されるみたいなところだったり、またはですね、ID を現場に配って、この PL を更新すると、 下から上に積み上がっていくみたいな形ですね。これが PL を集めるっていう内容のざっくりしたイメージになっています。でじゃあなんでこの部門別 PL を集めることって、まあ、多分仕事上絶対いる仕事なので別にこれを軽視してるって意味じゃなくてあの今日のテーマでお伝えしたいのはこの仕事を要するに今まで10時間かかってた内容例えばですけど12時間になったところで じゃあ予算と実績ですね、えー、と製品売上とかサービス売上っていうのに対して目標値が例えばですけど500万って言ったのが460万ですというふうになってじゃあな,なんでこれが足らなかったのかっていう内容だとちょっと抽象的すぎるんですね。えーまああの一言で言うとその会計の実績で仕分けのデータと付き合わせて製品売上が上っが部門別にですね、売上高がこの製品売上が低い。 500でしたとか460でしたっていう内容の差がなんだっていうような会話をしたところで何ていうん,ん言うでしょう,こう最終的には抽象論とか意思みたいな目標達成っていうのは絶対ですみたいな、えー、形になってしまうとですねなかなかこの行動が具体化しないと思うんですよね何したらつまり予算を達成するのかって行動に結びつきづらいですよね それが部門別 PL を集めるだけでは精度が上がらないって我々が思っている理由です。じゃあ一方でその多次元データベースっていうのはですねどんなイメージかっていうと、えー、こちらなんですけど、えーとまあ、さっきその製品別とか顧客別っていうふうな X 軸 Y 軸みたいな絵でお見せしたと思うんですけどもう一回出しましょうか。 えとこれですね、えー、製品別とかあ組織別とか顧客別っていういろんな軸で見るっていう内容がよいしょ例えば、えー、とこのシートで言うと、まあ、製品売上管理っていうシートなんですけど左側の、まあ、売上とか製造原価とかある、まあ、あの入力項目に対してですね一つは組織軸っていうのがどのデータかどこの組織のデータかっていうのとか え他にもですね、えー、得意先別っていうので、えー、よいしょ、開くと、まあ、どこどこ紹介とかですね、まあ、これちょっとダミーの、ダミーっていうか、なんていうんでしょう,う、ざっくりした、日本語の名称っぽく、私が作ったやつですけど、なんとか商事とかいうものだったり、あるいは、えー、と製品っていう軸で、何の商品を売ったからだとかですね、いうふうに、あのこの えーとシ,ートシート自体がいろんな軸で構成されてますよっていう形になってます。で、じゃあ例えば、えー、と今このプルダウンで得意先とか製品ってあるだけではちょっとピンとこないと思いますので、じゃあ、えー、と多次元データベースにある機能で軸変更っていうイメージをこれからデモしたいと思うんですけど、例えば、えー、とこれがえと管理会計上の PL だとして、えー、とじゃあ得意先で うちの会社はどこの取引先に対して最も売り上げを上げてるんだろうっていうふうに得意先別軸で見たい場合っていうのはですねあのこのシート上で軸を変えることができましてクリックしますとですね横軸が今時間で縦軸がですね科目になっているので軸をですね今,今ご覧いただいたプルダウンからちょっと違う軸を選んでみたいと思います。 今の話の流れで言うと、得意先別ですね。まあ、の取引先別っていうふうに書き換えていただいても構わないです。得意先というふうにして、えー、OK ってするとですね、これが、あの、なんていうでしょう、スライシングとかダイスとかいう名称でしたけど、まあ、我々ちょっとダイスってよく使ってないので、まあ、簡単に軸変更って呼んでますけど、あの時間軸が横軸がなくなった分、まあ、仮で2017年1月になりましたけど、 管理会計科目に対して、得意先別の PL に変わりましたという感じですね。得意先別のあらりとかいうふうになってますよね。でこれ、元に戻すっていうふうにするとですね、あの元に軸戻ったりとか、あの違う軸で、例えば製品別にするってなると、製品別の,あのシートに変わったりするんですね。これがあの、まあ、要するに1軸、2軸、3軸だけじゃない多次元データベースの。 一例となっております、はい、でこうすることで、予実管理っていうテーマでお話しすると、じゃあ、例えばなんでここの得意先別にあらりが高いんだとかっていうふうに分析につながるっていうことですね。はい。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、なんていうんでしょう、入力シートっていうか、えー、数字があったりしますけど、これをですね、もうちょっと分かりやすく、今お話しした内容をのビジュアルというか、 見える化したイメーージでででボードの一一例すすねあの要素は一緒です、えー、とこのシートで製品売上シートっていうののところで製品別とか得意先別っていう風な数字を持ってるんですけどじゃあ例えばですけど全社、えー、のえ中でですねあらりが例えばですけど53%っていうダッシュボードこれ全社の数字なんですけど例えばえっとあら利益で えと2017年の9月は53.1%がアラリーですというのを、えー、とこうやってです、ね、多次元データベースでデータを持っていると,、えー、とそれに分解していることがアウトプットからつまり結果からたどっていくことができたりします。でえー、とどういうことかと言いますと、えー、じゃあ53.1%をクリックすると,、えー、と何別に分解しましょうかって聞いてくるので 例えばですけど、さっき取引先別のに、えー、とシートをなんて言うでしょう展開しましたけど、えー、製品別に、えー、とグロスマージンですね、あらりを分解してみると、よいし、えー、53.1%の全社の平均に対して、何が売上として、えーと、ごめんなさい、あらり益と、ね、して貢献しているかっていうと、えー、と製品の C1 とか、 はですね C5 は60%っていうふうに、あらりが高いと、売っている製品として。逆に営業利益に貢献していない製品っていうのは A3 と A4 ですよ。これが一番低い内容でいうと 44.、44.9%しかありませんとかですね、いうふうに、えーとまあ、特定することができますというところですね。 なので、えっと、もう一回今日のテーマで、予、えっと、実管理と多次元データベースっていう関連性で、えっとまあ、テーマなんですけども、なんでこれが粗利益が低いのかとかですね、逆になんで粗、えー、利益がこの製品は高いのかとか、どこの販売先に粗利益が高いのが売ってるのかっていうふうにたどることで、予、えー、実管理の精度を上げていく、質を上げていったり、底を上げをするっていうふうな行動につながりやすいですよね。 え少なくとも売り上げが100から90っていう差額を追っても分かりづらいですけどこうやってまあいろんな軸で,ですね分析したいっていう内容に対応した一つの事例かなと思います。これはおもちゃっていうかあのグラフをですねどんどんたどれるような単純なこう,う b i ツールっていうかグラフ化ツールだけじゃなくてえじゃあこの元シート C1 って何でしょうかっていう形で 元シートにたどるってクリックすると、さっきの製品売上管理シートっていうのに戻っていくことができますので、あのまあ、入力シートと,、えー、とダッシュボードが、まあ、簡単に言うと連動してるんですね。えー、なので、C1 別の、えー、多次元シートに戻ってくるっていうような作りになってます。はい、これが、えーとまあ、シンプルにですね、えー、要するにその皆さんが分析したいとかですね、 あるいはエクセルで運用するには限界だっていうところで言うと、まあ、やっぱりこう2次元、3次元、エクセルって2次元なので、えー、まあ縦横しかないじゃないですかで。やっぱりこういう運用ってできないので、えー、どこかでエクセルって限界来るなっていう意味で、まあ、ツールがあると例えばどういうことができるんだっていう理想像の一例という感じのデモになっております。はい、ではですね、ちょっと改めて。 えー、お話ししたい内容をです、ね、資料に戻りまして、えー、解説しますと、多次元データベースのイメージで、組織別とか、えー、顧客別とか、えー、製品別とかいった形で、えーまあ、その一例ですね、ご紹介しました。うんはいでえー、と改めて、ねえー、イメージというか、えー、画像でお伝えすると、よいしょ。うん えっと、得意先別とかです、ね、取引先別というのはどんなイメージだったかというとです、ねえー、横軸をです、ねえーまあ、取引先別に、まあ、管理会計の項目を内訳として、えー、軸を変えて表示できることができるというところが一点とで軸を変えるってどんなイメージかというとです、ねえー、横軸を得意先って変えるような操作イメージでしたというところです。 で、えーと、違う軸でですね、製品別に、えー、と分解するタジエンデータベースのイメージで言うと、えー、グロスマージンっていう売り上げあらり益です、ねえー、いうのを製品別に分解していくことができたり、えー、といった内容をデモさせていただきました。 で例えば、えっと、今お話しした、えっと、例ですね、製品別とか取引先別っていうのは、どっちかっていうと製造業のイメージなんですけど、同じように、えっと、ニーズで構造は似てるんですけど、違うケースで言うと、例えば IT 企業で言うとですね、プロジェクト軸っていうのが通常の組織とは別軸であったりしますよね。 あと私がやった事例で言うと例えばゲーム開発をしている会社なんで言うとアプリ別っていう軸ですね。でなんでアプリ別っていう軸が通常の組織と別でいるかっていうとエンジニアがですねプロジェクトって複数兼務しているのでプロジェクト別にコストを割り当てたりプロジェクト別に稼働した時間に応じてそのプロジェクトも減価になるので。 そうすると、やっぱり組織軸とプロジェクト別って別々に持たないと、プロジェクトとして儲かった、儲かってないって分からないので、こういう軸でですね実態としては運用したりしますよね。これはですあ、ね、多次元データベースっていう内容の一例になったりするという感じですね。はい、で目的は一緒なんですねあの。プロジェクト別に儲かってる、儲かってないを見たいっていう一例っていうイメージですね。はい。 で最後ですね、えっとまあ、シミュレーションのイメージ、ちょっとデモで、えー、上はですねちょっとカットしましたけど、あのーまあ、例えばですけど、取引先別とかですね商品別っていう形で、数字をですね、えー、入力シートと連動して、パッと分かるようになると、えーまあ、例えば、まあ為替でもいいですし、なんかその係数をですね、えー、変えるとどれぐらい行きそうかっていうシミュレーションもですね、 同時に行いたいみたいな画面を設定したり、ちょっとぼかしてますけど、こういったのを作ったりしているケースもあったりという形ですね。はい、以上が、えーまあ、予実管理と多次元データベースという内容のデモの振り返りとなっております。うん、はい でここからですね、まあ、ちょっと簡単に余談でして、まあ、このデモをですね、考えたり、あのまあ、実はこのテーマをですね、お話ししたい人って、具体的に1人あの、先日会話した方でいらっしゃって、その方に向けてですね、えー、作ってるんですけど、あのまあ、この資料とかこのデモを振り返って、ですね、ちょっと思い出した内容でいうと、結構、セールスフォースの、えー、に似てる共通点があるなと思ったので、ちょっとそれは余談でご紹介したいと思います。で あの具体的に言うと、ですねあのセールスフォースの部長と、えー、私が会話したときに、セールスフォースに対してよくある誤解があるっていうところをですね、会話した内容になるんですけど、あのまあ、セールフォース、あの略して SF って書きましたけど、SF をよく使いこなすと、ですねあのその部長さんは部下の商談に同席せしなくても、ですねあの改善点が分かるようなぐらいあの、運用を使いこなしてる方なんですね。 でどういうイメージかっていうとあのまあ商談が決まるセールスソースを入れるっていう導入に関して初回に提案してそこから受注までにいろいろなステップがあるじゃないですか、えー、初回で例えばご挨拶してで2回目にあの課題をヒアリングした内容をもとにちょっと一時デモしたりで次にはまあちょっとあの一時デモっていうかあのデモ環境だけではちょっとイメージ湧かないのでもうちょっとあの具体的な要件にあのちょっとカスタマイズしたデモをするとかしないとかとか。 といいいうようよよな形でで何言いたいかというと受注ままにステップがありますよねでその工程を、えー、とセールスフォースの中で、えーとまあ、仕組み化っていうかしていて数値化っていうかしていて、えー、となのでそうすることによって通常の動きとは違う箇所っていうのを簡単に特定できるようになるんですね、まあ、イメージ、えーまあ、例えば100社訪問したとしたら、えー、と2回目の商談に進むのが例えば70社で 3回目の,そのカスタマイズデモに進むのが、例えばその半分の70社中の35社とかっていう形ですね、っていう形で流れっていうか平均値を取っていて、でそこがですね、例えば通常と違う2回目に行く割合が通常よりも低いんであれば、なんかその通常のマニュアルとは違う動きをしてるんじゃないかとかですね、いうふうにできたり、逆にですね平均値よりも高い成果が出てる内容っていうのは、ですね、まあ、チームとか、 あるいは会社単位で,ですねそのノウハウを共有することによって、全体の営業のメンバーの質を上げることによって、売上が上がるっていう仕組みを作ってるんですよと。何がですねよくある誤解かっていうと、そのセール操作はですは、受発注の書類ですね、見積書とか、注文書を作るっていうスピードを速くするっていうところに、なんか重点を置いてるっていうところが、結構誤解だなっていうか。 それも作ることでスピードが速くなることは無関係ではないですけど本質ではないというかよくある誤解。今やっている Excel で例えば見積もり作成みたいなのをセールォース上で作るみたいなのがなんかプロジェクトの重きになっているところっていうのがよくある誤解だなっていうところをです、ね、会話したのを思い出したんですね。で、これ何がセールォースの共通点かなと思ったかって、まあ、私の個人的な 意見ですけど、予実管理でいうと PL 集計が早くなっても利益改善とか予実管理の精度が上がらないっていうところとなんか似てるなっていうふうに思ったんですね。あのまあ冒頭であのまあ PL 部門別の PL とかを集めても結局予算の実績の100っていう予算に対して80しかなかったっていう内容って結構これに近いかなと。 っていてまあそのなんていうんでしょう無関係ではないですけど予実管理の,その部門別 PL を早く集めることが必ずしも会社の成長とか企業価値を上げるってことにはつながらないなっていうかだってそれって何でかというと空いた時間を本業に回すと企業価値が上がるってちょっと論理として遠いですよね論理が飛躍してるっていうかあのなんか風が吹けばお部屋が儲かるみたいな形であの まあちょっとここがですね、論理として弱いなと思っているところでですね。はい、あのこれ、要するに何を私が言いたいかというと、空いた時間を本業に回して、予実管理の時間が効率化したことで、えーと、企業価値が上がるっていうんだったら、別に、勤怠管理ツールでも、あのまあ、電子契約、クラウドサインを導入しても、時間がす短くなったら、重要な時間に回せるっていうのって、別にその予実管理ツール。 じゃなくてもいい話ですよね。えー、っていうところに、まあ、結構こう失敗談っていうか、ああいうところにちょっと似てるなって思ったのですね、これを思い出したっていう意味で,ですね。まあ、なんかご参考になればなというところです。まあ、あの弊社は別にセールスフォース導入企業ではないので、えー、と詳しいあのセールスフォースの設定とかはあの私の対象外ですけど、まあ、ちょっと似てるなと思ったところですね、えーまあ、よくご相談いただいたりすることもあるので、えーまあ、非常に似てる意味ですね。 私的にはちょっと似てるなと思った内容のご紹介となりました。はい、では、えー、今日お話ししたかった内容のまとめですね、えー、結論なんですけど、予実管理と多次元データベースの関係についてご紹介いたしました。 で四字管理のですねエクセルの運用が限界っていう風によく言われるんですけど、何がどう限界なのかっていうのを、ですね、えー、今日は具体化するイメージですね、一例をご紹介しましたで。なんで限界かっていうと、縦横の2、ね、次元表現のエクセルですね運用が厳しいっていうことがあるっていうところですね、だからそれが具体的に言うと、得意先別とか、えー、製品別とか、あるいはダッシュボードと連動してるっていうところがお見せしたと思うんですけど。 あの多次元データベースの構築を検討する際にですね、じゃあ実際そういうのがあの、まあ、私たちに必要ですというふうに思っていただいたのとしたら、あのまあ、少なくともちょっと1点だけ、えー、とそれを実現するにはですね、ハードルがあるとしたら、実績ですね、えー、実績が得意先別とか商品別にデータを持ってないと結局あれって予実対比できないので、えーまあ、じゃあ部門別 PL とかを簡単に集めることではなくて、もうちょっとその、 経営ああ課題というか、質をもっと上げていきましょうといったときに、例えば多次元データベースみたいなところをえと構築を検討するとなったときに、それ実績が出てこないというふうになると、ですね結局、その予実対比ができないので、そこはですね実績側が整ってないと実現できないというのがちょっと1点ハードルかなと思います。はいでえー、とそれはですねあの言い方を変えると、 会計データで仕分けがですね、売り上げが実績が100でしたっていうのを予実、比較しているだけではですね、こと足らないっていうのも一つ事実だと思うんですよね。えー、まあなんかこう、絶対予算は100をやるんですみたいな、あこう心理的なっていうか、プレッシャーをかけるだけではですね、まあ、少なくとも我々はその行動が具体化して、ですね精度が上がるアクションには結びつきづらいと思っているので。 それがですね、部門別 PL を集めるだけでは、そういうことは変わらないのかなと思ったので、今日はですねその一例をご紹介した次第になっております。なので、もしツールをですねご検討するんであれば、業務改善で仕組みを考えるんだったら、現状のですね時間を短縮するツールっていうのを選ぶのか、または、ですね理想の内容を実現したい、例えば分析を充実するとか。 精度を上げるとか質を上げるっていう内容をするところで,です、ね、結構ツールとしてだいぶ選択が分かれるところかなというふうに思ったところなのでそれのです、ね、一例を今日はご紹介できればなと思って解説させていただきました。